エルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回は塗りがつらい、塗りができない編成で光栄が大事にしたいこととなります。光栄武器を持っているとリッターに絶水にみたいな光栄だらけの試合っていうのは結構ありますよね。シューターなしのブラスターたくさんとかマッチングを疑うくらい塗りができない編成というものはあると思います。でもこういう試合で勝てないと連敗のもとになってしまいますし、何かしらの対策は必要になるかなと思います。そこで今回は塗りが難しい編成でも勝っていくために光栄として大事にしたいことを次の順で紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずこういった編成で大事にしたいのがデスをせずキルを取るということです。というかキルを取り続けて有利にするしかないと言った方が正しいですね。塗りができない武器というのは基本キル力が高めになっているため、やっぱキルっていうのは大事です。でこれを最大限活かそうとすると、キルを取り続けて足場が敵インクで広がらないように近づけさせないっていうことが有効となります。ですがこれの裏を返せばキルを取れなくなった瞬間負けが見えてくるとも言えますね。実際にこういった試合は後半になればなるほど足場が取られてキル数が減っていきます。常にイケイケの状態でないと勝ちが見えないっていうところがあるんですよね。なのでまずはキルを取り続けるっていうことを意識していくといいかなと思います。またカウントを取ったから防衛を徹底するのも実は危険だなと思いますね。というのも防衛に専念してしまうと1デスで相手の前衛が自陣に侵入してきますので一気に状況が悪化するからです。前衛の処理というのは味方の前衛がいてこそ処理がしやすい部分というのがあります。さらに足場があればスリップダメージも入りますので普段なら楽に倒せるんですよね。なんですが塗りができない編成の場合はこうはいけません。防衛中のたった1デスで試合展開が悪くなるのが塗りができない編成の欠点とも言えます。キルを取るだけでなくデスをしないように気をつけるように意識もしていきましょう。続いては味方と敵の位置の把握をするということです。これは敵だけでなく味方の位置も両方見ることが大事となります。塗りができない編成というのは全員が横並びで行動する可能性が非常に高いと言えます。そのため視界としては敵の位置を把握できるのですが味方の位置というのは確認がしづらいっていうところがあります。理由としては横並びまたは後ろにいる味方っていうのがいた場合管理がしづらいからですね。なので味方がどの位置を守っているのかっていう見るのは非常に大事なことかなと思います。また位置の把握だけでいいのかと思われるかもですが把握だけではダメですね。でキルを取るために活用するのが重要となります。で塗りができない編成っていうのはスリップダメージを望めない分しっかりキルを狙う必要が出てきます。ただこの塗れないチームでキルを狙うってなった場合なんですが近く武器でも相手が動きやすい環境では狙うのが非常に難しくなります。そのため味方が誰を狙っているのかまたはどこから攻撃をしているのか判断できるとそのカバーをすることが可能となるわけです。一人で狙うよりも二人で挟み撃ちにした方がキルを取れる確率は格段に上がるっていうわけですね。なのでカバーは非常に大事となります。味方と敵の位置を把握してカバーやキルを取るために活用することが重要となります。もちろん必ずキルが取れるっていうわけではないですが少しでも確率を上げるには大事な要素と言えます。またデスをしたらいけないっていう風になってきてますが絶対デスをしたらいけないっていうわけではないです。避けないといけないのは防衛の時となります。押し込んでる際のデスの場合は敵が自陣まで来るのに時間がかかります。この場合は攻めたデスとなりますので多少問題はないかなと思います。ただしワイプアウトを取られるのは別です。敵に攻め込んでくださいという合図になりますので最後の一人の時はデスは必ず避けるようにしましょう。続いては人数状況の把握となります。これは少しでも有利な状況を維持するために必要な要素といえます。
塗りができない編成の時というのは、人数が減った瞬間、相手が押し込んでくる傾向にあります。そのため、まずは自分のいるポジションが安全ではなくなる可能性が上がりますので、人数でその判断をするようにしていきましょう。味方が少ないのに、いつまでも前線にいたり、フリー位置にいるのは良くないですからね。いつも以上にキルを取るために前線意識が高い分、下がる意識も上げていきましょうというのが大事になるわけです。塗れない編成の時は横並びになって把握がしづらいことが多くありますので、上のイカマークも見るようにしておきましょう。最後は味方とオブジェクト周りが優先となります。この優先に関してはキルとカバーの優先度になります。キルとカバーをするにしても優先度というのは必ず必要になるわけですね。塗りができない試合というのはキルをもちろん狙うわけですが、適当に狙うだけではいつまでも有利にはなりません。また先ほどまで話した通り、自分と味方のデスを避ける必要があるため、カバーの優先度が必要となってきます。その中でも優先度が高くなるのが味方とオブジェクト周りとなるわけです。まず味方に関してですが、ただでさえ塗りができないので、対面の援護をしないとデスするリスクっていうのは高くなります。仮にデスしてしまった時なんですが、足場が敵インクになるだけでなく、貴重なポジションを取られるきっかけにもなってきます。こうなると塗れない編成としてはポジション的に不利な状況となってしまうので、辛い展開になるんですよね。ですがここで味方のカバーをしていた場合、状況が変わります。味方がデスしたとしても相手をキルすることができれば、ポジションまでは奪われるということは避けられるからですね。まあ2人できてたら取られちゃいますが、1対1のところにカバーに行く分には味方がやられてもポジションを守れるっていうわけです。これにより復帰した味方がまた同じところを守れる可能性があるので、状況をキープしやすくなるというわけですね。続いてオブジェクト周りですが、これは試合を有利にするためです。基本的に敵の居場所というのはポジションかオブジェクト周りというところになります。そのため塗りができない状態でルール関与をしようとすると、待ち伏せしていた敵にやられるというわけです。これを避けるにはオブジェクト周りをしっかり捌く必要があります。オブジェクト周りでキルを取れれば足場を取ることもできますし、何よりルール関与をさせないことにつながります。塗れない編成というのは塗りによるクリアリングというのが非常に難しくなりますので、オブジェクト周りから敵を離した方が楽になるというわけですね。味方のカバーが必要ないときはオブジェクト周りにいる相手を捌くようにして、試合を有利に持っていけるようにしましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。塗りが辛い、塗りができない編成で後衛が大事にしたいことはいかがでしたでしょうか。塗りができない編成って意外と後衛使ってるとあるんですよね。結構多いです。で、こういう時は塗り意識を上げないといけないのは分かっているんですが、それだけだと試合を有利に進めるっていうのは非常に難しいんですよね。で、こういう時は思い切っていつもよりも攻めていくスタイルが実はいいのかなと思います。もちろん塗れる時は塗ってスペシャルも駆使していくのを忘れないようにすることも大事ですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。